今日はレゴでレゴのロゴのパズルを作ってみました。ややこしいけど、レゴでレゴのロゴのパズルを作ってみました。まあ簡単に言うとの LEGO のパズルですね。これをレゴで作ってみました。なんか次バラバラでどこがどこか分かりにくいけど、これを組み立てていきたいと思います。それでは早速時間を計ります。これを3人で競います。それでは早速用意スタート。まずこの赤がないので、ここの周りがないので真ん中の部分と思うので、この4つこれを並べていきます。 L と E と G と O が見えるようにするので、こんな感じかな。 L E G O そして次は数個っぽいやつをとりあえず4つ、これだな、この4つですね。してこれをとりあえず置いといて、あとでくっつけます。で多分ここかな、なんか点々みたいな感じになってたと思うから、ここに置いて、ほんでこれではない、なんか O はこんな感じだったような気がする。これこうではないような気がするから、こうかな、こうかな。ほんでこれはここかな。そしたらこうじゃなくな、これで合ってんの？何かが違うような気がする。あ、こうか。で、こんな感じだね。だね。で多分こう、結構簡単じゃない？結構簡単じゃない？多分こっちとこっち分かんないけど、なんとなくここふっくらしてたような気がするから、こっち下だと思う。で多分こうでしょ？これで合ってんの？違うような気がしなくもないんだけど、これ違うくない？ちょっとこうじゃない？なんかこうじゃなくてちょっと違和感あったの。こうか、ほんでこうか、でこうだな。んで、こうして、できたー！お、これは3分19秒でーす。じゃあ、本当にできてるのかな？ちょっと確認中でーす。合ってる。合ってるぞ。ということで、僕の記録は、3分19秒でーす。イエーイ。結構むずかったです、思ってたより。あとここだけ取ったらこんな感じでずらしたりして、スライドパズルもできます。
みんなも作ってみてね。他の動画も見てね。バイバーイ。